電気機関車。電気機関車は、電気を動力源とする機関車のこと。L や、電管、電気、電気日本国有鉄道、国鉄での電気機関車の略称とも呼ばれる。電気機関車は、電区間において架線などの外部電源から電力を充電し、その電力を電動機、モーターで動力へ変換し走行する。電気機関車は、 動力装置を持たない客車や貨車を牽引する列車の運転方法を動力集中方式という。これに対し、列車の複数の車両に動力装置を分散させる電車は動力分散方式という。それぞれの方式の特質は当該の項目を参照。蓄電池を動力源として用いる車両は通常蓄電池機関車と呼ばれ区別される。また、 電動機で駆動する機関車のうち、電気式ディーゼル機関車やハイブリッド機関車も、電気機関車には含まないただし、電気式ディーゼル機関車の中には、終電装置を持ち、電区間ではエンジンを停止し、終電装置からの受電に切り替えて、電気機関車として運行できるものもある。第二次世界大戦中にはスイスで、蒸気機関車にパンタグラフを搭載して、 電気で加熱できるよう改造した例があるが、これも電気を直接動力にするわけではなく、メカニズムは蒸気機関車そのものであるため、電気機関車ではなく蒸気機関車に区分される。電気機関車はディーゼル機関車や蒸気機関車のように燃料を積載する必要はなく、その余裕を車体寸法と重量の低減や出力の増大に当てることができる。また、運転時に 売煙や排出ガスを出すこともないため、車内環境、沿線環境が改善される。一方、蓄電池式電気機関車という例外があるものの、電化路線でしか運用できず、電化設備の維持のため大きなコストがかかる。一般的な旅客電車は、洗車機での車体洗浄が可能であるが、電気機関車は、車体側面に、機器冷却用の通風口があり、 それらからの不必要な水の侵入による危機への悪影響を避けるため、作業員によるモップを使用した手作業となっている。最初の電気機関車と言われているのは、スコットランドのロバート・デビッドソンが1837年、アバディーンで製作したもので、電源にはガルバニ電池を使用していた。1841年にはこれを大型化し、ガルンニと名付けての博覧会に出展した。 翌1842年9月には、エディンバラグラス号館の鉄道で試験走行が実施されたが、電池を使っているため、走行距離が限られることから実用化されなかった。実際に客車に乗客を乗せた最初の電気機関車は、ベルナー・フォンジ・イーメンスが、ベルリンで1879年に実用化したもの、ある。この電気機関車は2 2キロワットの電動機で駆動され、 三両の客車を連結した状態で最高速度時速1 3トルで走行した。3 0 0ルほどの円形の線路の上を走行するもので4ヶ月間に約9万人を乗せた。電力供給、終電にはいわゆる第三機乗方式が採用されており、通常のレールの間に第三の絶縁されたレールを配していた。電源は 線路の近くに設置したダイナモで発電していた。実際に商用運用された最初の電気機関車はベルリン近郊ンリヒターフェルでの路面電車として運行したもので1881年に開業した。これもやはりベルナーフォン・ジーメンスが製作したものである。イギリスでは1883年ブライトンで最初の電気機関車を使った鉄道が開業した。 アメリカ合衆国で最初の路面電車は1888年のでフランクスプレーグの設計である。鉄道網が広がるにつれ都市部にもトンネルが建設されるようになり電気機関車の開発が促進された。蒸気機関車の出す有害な煙が問題となり都市部の各自治体で蒸気機関車の使用を制限する動きが広まりつつあった。イギリスで 最初の電気機関車を使った地下鉄であるシティサウスロンドン鉄道線、現在のノーザン線の一部も背景には蒸気機関の使用を制限する法律がある。この路線が運行を開始したのは1890年で、生の電気機関車を使っていた。1897年にフランクス・プレイグが総括制御を発明したことも、 地下鉄の急速な電化を促進することにつながった。対する地上の鉄道では法律などで強制的に転換を迫られるまで蒸気機関車を使い続けた。地上の本格的な鉄道で最初に電化した路線はボルチモアオハイオ鉄道の全長4マイルほどのボルチモア環状線であり1895年のことである。これは B&O の幹線と新たに建設された。 ニューヨークまでの路線を接続する部分で、ボルチモア中心街の変異円を通すために、いくつかのトンネルを必要とした。これと、並行するように走っていたペンシルバニア鉄道の路線は、蒸気機関車を運行しており、その煙が、郊外問題を引き起こそうとしていた。B&O では、南端で列車に、電気機関車を連結し、もう一方の端まで、それを牽引した。 最初の交流電気機関車を設計したのは、シャルル・ブラウンを開発し、単相交流で参照交流電動機を駆動できるようにし、必要な電線の本数を減らすことに成功した。ヨーロッパでの鉄道の電化は、当初、山岳部に集中した。山岳部では、石炭の供給が難しいが、水力発電はすぐにも可能で、急勾配な路線には、 電気機関車の方が適していたためである。なお、2011年時点では、山岳部の多いスイスの鉄道は、ほぼ完全に電化されている。タンク間でなく一つの幹線全体を世界で初めて電化したのはイタリアで、感動、カールマーン率いるガンツ社のチームが設計した、ベスティングハウスのシステムを使用した。 この全長 106km のバルテリーナ線は1902年9月4日に開業し 3000V15Hz の三照交流を使っていた。電圧は従来のものよりはるかに高く電動機や切り替え装置なども全く新たに設計する用があった。このイタリアの路線の電化の際、電力供給をどのような計画にすべきかを決めるための試験が行われている。 一部区間では 3600V で 16.6Hz の参照交流、別の区間では 1500V の直流、さらに 3000V の直流、1万 V50Hz の交流などが試された。1930年代には、イタリア全土で 3000V の直流送電システムが採用された。ただし、その後もフランスに近い地域では 1500V の直流を使い、 高速鉄道の多くは25000ボルト50ヘルツの交流を採用している。ニューヨーク市でも鉄道が市内に入るところにはトンネルがあり、蒸気機関の煙がそこでも問題視されていた。1902年にパークアベニュートンネルで衝突事故が起き、ニューヨーク州政府はハーレム側より南への煙を出す機関車の乗り入れを1908年7月1日以降禁止することとした。 これを受けてニューヨークセントラル鉄道は1904年に電気機関車の導入を開けした。ニューヨーク市の規制を受けて電気機関車を導入していたペンシルバニア鉄道は1930年代にハリスバーグ伊東の路線も電化した。アメリカで最後に建設された大陸横断鉄道であるミルウォーキー鉄道は1915年から ロッキー山脈と太平洋岸の路線の電化に着手した。東海岸のバージに安鉄道やノーホークウェスタン鉄道といった鉄道では山岳部の一部区間のみ電化するという方式が採用された。この時代のアメリカ合衆国における鉄道の電化は主に都市部の路面電車が中心であり、開発の中心は電化が広範囲に及びつつあったヨーロッパに移った。 1923年、感動の設計に基づく炭素参小変換機を使った電気機関車がハンガリーで建造され、すぐに大量生産が始まった。これは炭素交流を機関車内で酸小交流に変換するものである。この方式に基づいて、ブダペストからウィーンまでを結ぶ鉄道が建設された。1960年代には、 東欧を含むほとんどのヨーロッパの幹線鉄道が電化された。ヨーロッパの電気機関車の技術は1920年代以降着実に改良を重ねていった。重量240トンのミルウォーキー鉄道 EP-2 型電気機関車。1918年は出力3 3 3 0ットで最高速度、時速1 1 2トルだった。一方ドイツの E18。 1935年は2 8 0 0ットだが重量は108トンで最高速度は時速1 5 0トルとなっている。1955年3月29日、フランス国鉄 CC7100 系電気機関車がボルドー近郊で最高速度時速3 3 1キロメートルを達成した。九百六十年に導入されたスウェーデン国鉄デシメートル3型電気機関車は 出力 7200kW を1972年のスイス国鉄リ620系電気機関車は重量120トンで 7850kW を記録している。そして1960年代には旅客列車を最高速度時速 200km で牽引することが可能な機関車がドイツとフランス両国で同時期に登場した。 さらなる改良は電子制御システムの導入によるもので、より軽量かつ強力な電動機が使えるようになっていった。2006年9月2日、オーストリア連邦鉄道の1216系タウルスの0 5 0号機がドイツの高速新線で時速 357km の最高速度記録を樹立した。から取り入れる電源の種類により直流電気機関車、 交流電気機関車、交流直流両用電気機関車に分類される。黎明機には直流電源を使用するのが一般的であったが、後に大電力を送電できる交流電源を使用するものが実用化された。交流を使用する場合は、商用電源周波数の単相特別高圧を使用するが、初期には三小交流や低周波数を使用することもあった。終電方式は、 架空電車線方式が一般的で高速運転にも適するが第三機乗方式のものもある。電動機から出力された動力は歯車によって減速され車輪に伝えられる。減速段数は一段であることが多いが二段減速である場合や一旦ジャック軸に出力されそこからロット連結棒により各軸へ出力される場合がある。電動機は台車の 各軸に1個ずつ操加されるのが一般的な方式であるが1個の電動機で同じ台車の2軸を同時に駆動したり2個の電動機で1軸を駆動するもの、電動機を床面上に搭載する場合もある。駆動方式は台車操加の場合構造の単純な吊り掛け式が一般的である。軌道への負担や電動機への衝撃を軽減したリンク式やクイル式といった方式もある。 床面上装備の場合は、ジャック軸式や歯車を用いるブーフリ式などがある。制御方式は、直流用や交流直流量用では、抵抗制御と自家並列組み合わせ制御が一般的である。また、加速時の空転を少なくするため、ノッチの制御段数を増やしてきめ細かい制御を行う、バーニア製が併用されることがある。交流用では、 一般的な低圧タップ制御のほか、整流器の機能を活用した無接点式のサイリス体操制御なども使用される。交流用機関車では出力電圧を連続的に変化させることができるため、直流用に比べて少ない同軸数で同等の粘着性能を発揮することができる。1990年代以降では、カゴ形参照誘導電動機を用いた、 VVVF インバータ制御を用いた大出力のものが多くなっている。補機類には制御装置や、透過用の電源を給電するための電動発電機、主電動機や抵抗機に冷却風を送る、電動送風機、空気ブレーキ用の圧縮空気を作る、電動空気圧縮機などがある。旅客列車用の電気機関車には、客車に蒸気暖房の蒸気を送るための蒸気発生装置や、 電気暖房用の交流電源装置、電動発電機や静止系インバータを搭載している車両がある。交流電気機関車では、これらの補助電源は、主変圧器の二次側に、主回路とは別の巻線、三次巻線とも呼ぶを設けて、供給するのが一般的である。電気機関車と蒸気機関車では、前車の方が高性能とされている。これは、 運動エネルギーに変換される以前のエネルギーを自社に蓄えず、河川から随時取り入れるため、支柱となる淡水車や大きな溶石を占めるボイラーが不要で、重量や溶石効率の面で有利なことから言われてきた。しかし、過去にはこれに異論があった。電動機という電気機関車の動力源の特性上、電圧制御のために抵抗器を挿入し、 トルクを抑えた状態で起動し、加速とともにトルクを最大値にする必要がある。誤解されていたためである。これに対して、蒸気機関は起動時から最大トルクを発生させることができる。なお、ディーゼル車などの来年機関を利用する際には、負荷をかけた状態での機関指導が不可能であるため、変速機を用いるか、電気式の構造とすることになる。全車において、 摩擦クラッチを用いる場合は、トルクが減少する一方であるが、トルクコンバーターを使用する場合には、そのトルク増幅作用により、機関とギアボックスだけで作られるより大きいトルクを生じる。電気式ディーゼル車は、実質的に電気車と同様であり、鉄道においては、摩擦クラッチで起動する例は実用レベルのものでは、皆無であるため、同じ軸重、機関出力であれば、引き出し性能は、 ディーゼル車が最も有利になり得る。が、この議論が生じたとき、十分な能力を持つディーゼル機関車は存在しなかったため、そもそも考慮されなかった。これらの考えから、最高速度、最大出力の点においては、電気機関車に有利であっても、重量級列車の牽引にあたってはそれほど抑えはないという意見もあった。この論議に決着をつけるべく、 日本国有鉄道では1967年、新鶴見機関区において EF15 系電気機関車と D51 系蒸気機関車を背中合わせに連結して綱引きの容量による機動力比較が行われた。結果は EF15 系の圧勝であった。この議論は直巻清流子電動機の回転数が低い時に トルクが大きいという特性を現場が十分に把握していなかったこと以上に無塩化の推進による人員削減への労働組合の抵抗運動という面も大きかった。直巻規制粒子電動機においては発生するトルクは流れる電流により一位に定まり回転数が上昇するにつれて電気子の逆気電力により回路に流れる電流が減少する。すなわち 抵抗制御を行う際に挿入される抵抗器は逆起電力が生じていない、あるいは小さい時の電気回路の焦損を防ぐために挿入されるのであって、起動時に発生する最大トルクは電気回路の許容する最大値である。以降、引き出し性能は蒸気機関車の方が上という論調はなくなった。日本におけるその推移の詳細は日本の電気機関車を 個々の車両形式については、日本の電気機関車一覧、国鉄機関車の車両形式を参照。かつては国鉄、JR 以外の多くの鉄道事業者でも、電気機関車が運用されていた。しかし、2000年代以降では、貨物輸送を行う一部事業者を除けば、私鉄に在籍する機関車は少なくなっている。貨物輸送に関しては1984年2月1日、 国鉄ダイヤ改正による国鉄の貨物輸送体系の改革により多くの私鉄で貨物輸送が廃止削減されたことが主な理由である。また、機関車の運転には動力車操縦免許に加えて電車とは大きく異なる特殊技能が必要で機関車の運転士を育成してもコスト的に見合わないという理由もある。新車搬入や廃車改装など機関車を用いた 車両輸送については、電車による経引や自力回送で代用できることも多いため、電気機関車の需要自体も大幅に減少、ひいては消滅している。かつては、貨物輸送における国内作用手の私鉄であった東武鉄道でも、2003年、平成15年に貨物輸送を終了してから電気機関車を淘汰したため、新車納入や廃車についても電車による経引や、 自力改送を実施している。2015年4月1日現在、大手私鉄で電気機関車が在籍し、運用されているのは名古屋鉄道のみである。これは自社車両のみならず、名古屋市営地下鉄の車両輸送でも名鉄線を利用しているためであり、同社のみの特殊な事情と言える。一方で、貨物輸送を行う私鉄はそのほとんどが中小私鉄であるため、 新規に機関車を開発、製造するだけの経済力がなく、多くが昭和30年代以前、戦前性も多いに製造された旧型機関車で賄いる。電気機関車所有の施設で、特筆的なのは、黒部峡国鉄道で23両もの電気機関車を保有し、旅客、貨物とも全列車が機関車牽引である。観光シーズンには、 10連運転による13両編成の列車も運行される。なお、平成以降に JR 以外へ心臓の電気機関車が投入されたケースとしては、大井川鉄道 ED90 系、都営浅草線の E5000 系、黒部峡谷鉄道、江戸部型、名古屋鉄道 L120 型という例がある。ただし、大井川鉄道 ED90 型はアップ都市機関車であり、 都営 e 5 0 0型については、走行方式の違いのために、浅草線内を自走できない都営大江戸線の車両を、検査を行う浅草線にある、孫目車両研修場まで輸送するための牽引車であり、いずれも特殊性の強い車両である。日本以外の国、特にヨーロッパでは、電動機や制御機数の爆発的な増加を嫌い、日本に比較すると電車が普及しておらず、長距離列車は、 機関車が牽引する客車列車が主流となっている。このため、各国ともに電気機関車の製造には力を入れており、ドイツ鉄道やフランス国鉄、スイス連邦鉄道などでは、高性能で強力な電気機関車が最高速度時速 200km の高速で営業運行される例が見られる。また、TGV など純動力集中方式の 高速列車も固定編成という形態から日本ではあまり認識はされていないが、これも電気機関車が客車を牽引する形態と解釈される場合がある。2000年代以降ヨーロッパではメーカー主導による共通化が推し進められており、鉄道事業者はメーカーが掲示したいくつかのプランから選ぶセミオーダーメイドタイプの形式が多くなってきた。鉄道車両製造メーカーの誤算や ボンバルディアトランスポーテーション、シーメンス、アルストムトランスポールではそれぞれトラックス、ユーロスプリンター、ベクトロン、プリマといった標準規格を打ち出している。速度だけでなく、牽引力の面から見ても日本国外の機関車には波外れた性能を持つものがある。特に重量物である鉱石を輸送する路線には強力な機関車が配備されていることが多い。 世界最大の牽引力を持つ電気機関車は、スウェーデン・ノルウェーで運用されているヨレ型であり、一両で最大 1400kN の力を発揮することができる。この機関車は一両で8600トンもの貨物を牽引することが可能で、もっぱら鉄鉱石の輸送に当たっている。それを支えるのは10.8メガワットの巨大な出力と30トンに及ぶ軸重であるが、 日本国内と比較してはるかに強固な地盤を有する北欧だからこそ可能にしたと言える。アメリカでは電気機関車よりもディーゼル機関車の方が普及した。ディーゼル機関は蒸気機関に比較した時の利点のいくつかを電動機と共有しており、さらに電力供給網の構築の必要がなく、そのため北東海楼以外の合衆国での感染の電化は大きく後退することになった。 ブラックメサ・アンドレイク・パウエル鉄道、ブラックメイッサ・アンドレイク・パウエルレールロードのような一部の例外を除き、2000年時点での合衆国の鉄道の電化は北東部と都市部に限定されており、貨物輸送はディーゼル機関車牽引で行われている。蓄電池機関車は、蓄電池からの電力を使用する電気機関車。英語で、ストレージバッテリーローコミューティブというので、バッテリーロコ、 バテロコとも呼ばれる。頻繁に充電を行う必要があるため長距離の運行には向かないが、因果性のガスが発生する炭鉱、鉱山、化学工場の構内や、観光鉄道用の遊覧鉄道などで、使用実績があるほか、営業用に使用されていたこともある。日本国鉄及びその後継の JR においては、AB10 型が本線走行用の形式として、 唯一存在した。しかし、後に、河川終電方式の EB10 型に改造されている。日本の旅客営業用私鉄路線では、宮崎交通線と西部山口線での採用例があった、両路線とも、代替路線建設のため現在は廃線。黒部峡国鉄道にも、BB 型蓄電池機関車が2両在籍しているが、停電時や入れ替えに使用されるのみで、 通常の営業運行には使用されない。なお、上部軌道と呼ばれる関西電力黒部専用鉄道は、高熱トンネル区間を要するため、蓄電池機関車が専用で使われている。三池鉄道では粉炭による、粉塵爆発を防ぐため、河川終電方式の電気機関車の後方に、鉛蓄電池を搭載した電源車を連結し、非電化区間では電源車から、 電力の供給を受けて走行していた。一定年代、おおむね70代以上の特に鉄道ファンでないそうでは、鉄道模型全般を指して、電気機関車と呼ぶことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。